ノストラダムス現象、ノストラダムス現象、ノストラダムス現象、ルフェンアメンノストラダムス、ルフェンアメンナストラディミックとは、16世紀フランスの医師、先生術師のストラダムスに関して、同時代から現代に至るまでに引き起こされてきた影響のこと。ノストラダムスは、予言集や翌年1年間を予言した、歴書類などの形で様々な予言を残した、彼の予言の 位置づけについては、ノストラダムス予言の転居などを参照。こうした予言は、同時代においては批判者や中傷者を、同時代から少し後の時代にかけては、偽物や模倣者を、そしてそれ以降現代に至るまでは、多くの便乗的なパンフレット作者や予言解釈者とを生み出す要因となってきた。これらの原動力としては、当初は歴史書が主体であったが、次第に、 予言集の影響が強くなっていった。その予言集は、18世紀末までに130種以上の番を重ねるという成功を収め、2010年現在では、英、い、西、穂、独、ど宇部、ん、などの翻訳版を含めて少なくとも、累計220種以上の番を確認できる。ここには、解釈本の類は、含んでいない。 ノストラダムス現象は、ロベール・ブナゾラの諸子での区分に順じれば、以下の3つの時代に対別できる。この時代は、ノストラダムスの存命中、1550年代半ばから1560年代初頭までにあたる。ノストラダムスの予言は、大いにもてはやされた一方で、様々な批判が浴びせられた。そうした批判には、論理的な批判も見られた一方で、 ノストラダムスを、モンストラダムス、モンストルイコール怪物、との合成語と呼ぶなど、単なる抽象に過ぎないものも少なからず見られ、かつてのノストラダムスの知人ジュール・セザール・スカリジェなども、こうした抽象に関与した。この時期の批判や、抽象の特色としては、コンラッド・バディウス、ウィリアム・フルクなどプロテスタントからの批判が多かったこと、および主たる攻撃対象は、歴書類であって、 予言集は、あまり相手にされていなかったことが挙げられる。この時代は、ノストラダムスの晩年から17世紀初頭にあたる。この時代の初期は批判者たちの時代と重なる。この時期には、ノストラダムス二世、アントワーヌ・クレス・パン・ノストラダムス、フィリップ・ノストラダムスといった偽物たちが現れ、弟子を自称する者も複数現れた。また、ノストラダムスの詩編を登用した。 先生術師も複数いた。彼らは、ノストラダムスの著書を真似たが、そこで模倣の対象になったのは、主に歴史書類の書式であって、予言集を真似て、詩集を出した者は、ほとんどいなかった。他方、ノストラダムスの作品からの盗用は、むしろ、予言集の紙幣が対象となる場合が多かった。この時代は、16世紀末用から現代にあたる、 この時代の初期は模倣者たちの時代と重なる。ノストラダムスの予言について、最初に体系的な解釈を施したのは、ノストラダムスの秘書であった、ジャンイコールエメド・シャビニーである、1594年。しかし、その後、ノストラダムスの注釈者が一気に増えたわけではなく、19世紀までは、各世紀数人程度しか注釈者は現れなかった、ノストラダムス関連人物の一覧。 ノストラダムス予言の主な解釈者参照。ノストラダムスの作品から未来を読み取ろうとする解釈者が爆発的に増えるのは20世紀の2度の世界大戦を経てのことである。上述の通り、19世紀までの解釈者の数はさして多いものではない。しかし、ノストラダムス関連書が少なかったわけではなく、ミシェル・ショマラの書士では1567年、 ノストラダムスの死の翌年から1800年頃までの関連書として実に300点以上が挙げられている。その内容はおおよそ以下の通りである。まず、すでに触れた通り予言集の番が多く重ねられている。そして、それ以外で目立ったのは翌年1年を予言した歴史書や数年程度に対象を限定した3分の予言書であった。前者の例としては、 ミシェルノストラダムス氏によって正確に算定された1674年向けの歴史的暦、パリ、1674年頃などが、校舎の例としては、1768年から1774年までの7年間のノストラムスの新規なる予言、パリ、1768年頃などが挙げられる。それらの主たる書き手は、匿名のパンフレット作家であるため、内容も、 ノストラダムスとは無関係の偽書に過ぎないが毎年のように出版された。このようにノストラダムスの名は19世紀までマチューランスベール、ピエールド・ラ・リベ2世などとともに売れるブランドとして歴史や予言書に多く用いられていたのである。他、フロンドの乱の際に出された一元のマザリナードの中にはノストラダムスに固くする形で政治的な主張や願望を、 例えば、マザランの失脚が予言されているといった類の言説を盛り込めだ、風刺文書も少なからず出されていた。1648年から1652年までの関連書として、ブナズラの書士では40点が挙げられている。同様の現象は、フランス革命期にも見られた。二度の世界大戦を経て、ノストラダムス予言の注釈者は、爆発的に増加した。 第二次世界大戦の直前や戦中には、ノストラダムスをめぐって様々なトラブルが起こった。フランスのビシー政権は、ナチスを刺激することを恐れて、マックス・ド・フォンブリュヌやエミール・リュイールらのノストラダムス解釈書を発禁処分にした。彼らの著書には、ナチスに否定的な未来予測が載っていたためである。また、ナチスは、先生実施カール・エルンストクラフトに命じて、自分たちに、 都合の良い解釈を載せた著書を執筆させ、これをばらまいた。戦後、のストラダムスに対する関心は落ち着いたが、1980年代になって再燃した。1980年に出版された、ジャンイコール・シャルルド・フォンブリュヌの著書、歴史家にして預言者のストラダムスが、最適な大ベストセラーとなったためである。フォンブヌの著書は、1981年になって、 その年のミッテラン政権誕生や、ヨハネ・パウロ2世創撃を予言していたとして話題になり、オリジナルのフランス語版だけで100万部を超えた。ついで、様々な言語に訳され、アメリカ、イギリス、ドイツ、スペイン、カナダ、ブラジル、トルコなどでも出版された。フォンブリヌの的中例とされたものは、必ずしも実際の事件に一致するものではなかったが、著書の内容が近く起こる。 第三次世界大戦とそれによるパリ壊滅を描き出すものであったため多くのフランス人の不安を煽った。これに対してはフランス国内で複数の反論書や批判的な書評が寄せられ、ノストラダムス協会も反対の姿勢を明確に打ち出した。ジャンイコール・ポール・ラ・ロッシュによって作成されたフランスを中心とするノストラダムス関連文献の刊行点数のグラフによれば 爆発的に観光点数が増えたのは、1981年、1986年、1999年、2001年であったという。これらの年にはいずれも観光点数は50点を超えている。ただし、フランスの場合、1980年代以降には、実証的な立場からの優れた研究もあい、次が観光されたので、 関連文献がすべて信奉者の解釈書というわけではない。1999年にはファッションデザイナーのパコラバンヌが恐怖の大王の正体はロシアの宇宙ステーションミールの墜落であると主張してフランスでは話題となった。2001年には英語圏でもフランス語圏でもアメリカ同時多発テロ事件に便乗しノストラダムスの予言の中からこれを読み取ろうとする言説が インターネット上を駆け巡り、関連書も急増した。こうした、欧米のノストラダムスブームは、アラブ社会における、終末論の論じられ方にも、間接的に影響を及ぼしたとする指摘もある。日本で最初に、ノストラダムスの名に言及したのは、カミー・ユフラマリオン。この世はいかにして終わるか、改造者、1923年であるとされる。しかし、それは、 ノストラダムスと無関係な形で創作された詩編の紹介に過ぎなかった。ノストラダムス本人については戦後になって紹介が行われた。仏文学者の渡辺和夫が人間1947年11月号に寄稿した論考、ある先生誌の話ミシェルドのオトルダム、ノストラダムス場合において時代背景を適切に踏まえる形で紹介したのが最初のようである。 渡辺のこの論考は、その後何度か開講がなされ、フランスルネサンスの人々に収められた。渡辺の紹介は、ルネサンス期の人文主義者としてのノストラダムスを描く、ものであったのに対し、予言者、ノストラダムスの予言解釈の紹介を最初に言ったのが、作家の黒沼健である。彼は1950年代後半から1970年に、 刊行した著書において、欧米の信奉者の著書に依拠する形で、予言解釈の紹介を行った。この他仏文学者の渋沢達彦も1960年代から70年代初頭にかけて、ノストラダムスに関するエッセイなどを発表していた。しかし、この段階では、ノストラダムスの知名度も限定的なものである。そんな中で、ノストラダムスが、 1999年7の月に恐怖の大王によって人類が滅亡すると予言したと信憑性を増すために創作された逸話なども交える形で紹介された後藤務の著書ノスラダムスの大予言が1973年に刊行されベストセラーとなったことで彼の名は非常に有名になった当時素朴にこの予言を信じた若者も少なくなく オウム真理教事件にも少なからず影響を与えたと指摘されている。これ以降1999年まで、ほとんど毎年のように、ノストラダムス関連書が出されるようになり、後藤の最初の続編が出た1970年代末から80年代初頭、イラクによるクウェート侵攻があった1990年か1991年。 そして1998年頃から1999年と、いくつか大きなブームもあった。特に1991年には、その年の東半調べベストセラーランキングの新書、ノンフィクション部門の上位3位をノストダムス・ボンが占めた。ただし、後藤の大予言書管が巻き起こしたブームを直接に知っている、世代とそれ以降の世代には、温度差があるとの指摘もある。 日本のノストラダムス現象は、英語圏、普通語圏、独語圏などに比べて極端に短期集中型であり、実質的に1973年から1999年に限られ、その間に200冊以上の関連書籍が刊行された観光点数の割には、実証的な研究はもとより、欧米の信奉者の通説的な解釈すら十分に摂取されることがなかったという点で、 得意なものである。2000年以後には日本でのノストラダムス関連書の観光は激減したが、2001年9月にアメリカ同時多発テロ事件が起こった際には、アメリカなどでブームになったのと同じく、日本でもあれこそが恐怖の代用だったのではないか。と、偽造された紙幣なども交えて、インターネット上などでは一時的に盛り上がりを見せた。このように、 1999年を過ぎてからも、信奉者が途絶えたわけではない。他方、欧米に比べて実証的な研究の蓄積は乏しく、2010年までの日本では、ごくわずかな例外的文献を除けば、欧米での実証的な研究の蓄積もほとんど、紹介されていない。書マラ・ブナズラの書士は、主としてフランス語圏のノストラダムス関連書の出版状況を、 ほぼ騒乱できるものである。また、山本の二丁の刊末文献も黒く、およびサイト、ノストラダムスサロンのノストラダムスの文献書士、国内文献は日本で過去に出版された関連文献をほぼ騒乱できるものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。